鹿沼市は関東の北部、栃木県の中部に位置するし、人口は約9万5千人であり、人口は県内第7位で、面積は県内第3位である。映画ロケ地になった千住山公園、天狗の御朱印で人気の古坊神社、ユネスコ無形文化遺産に登録された伝統行事鹿沼今宮神社祭の屋台行事で知られている。さつきとカ沼ーの産地として有名。 また、減少傾向にあるが、野州朝の産地として、全国一の生産量を誇る。2006年1月1日に隣接する上津賀郡、阿波の町を編入し、人口約10万人の県6位の人口となった。5月になると、カヌマサきキ祭りが開催される。期間中、市内中心部の黒川河川地域では、花火大会が開催される。10月の秋祭りも見どころで、 彫刻で覆われた屋台が市街を練り歩く。もともとは甘いの儀式が始まりと言われている。その影響か、祭りの期間中は雨が降ることが多い。落ち着いた市ではあるが、宇都宮市のベッドタウンということもあり、宇都宮市への通勤率は15.6%。伊丹地区の黒川の上流、大足地区の大足川の上流等では、天然の山ンショウウを、 カジカなどが生息している。近代に入り、地場産業として、家具や製材などの気工業が盛んである。最近は、アートの街として、文化的な成熟が見られる。阿波の町と合併したことで、蕎麦の作付け面積及び、生産量が県内一位となり、カヌマ蕎麦として売り出している。また、カヌマ牛を扱う店舗が中心となり、 焼肉の町鹿沼としても PR している。2016年、市のイメージアップのためのシンボルとして、イチゴを採用するため、イチゴ市宣言を行っている。鹿沼市中心部周辺の空中写真。1975年撮影の6枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。 地形関東地方の北部に位置する。地域の西半は足尾山地が占め、東半は鹿沼大地と呼ばれる鉱石大地及び、それを刻む中小河川により形成された段丘や谷底平野が基本的な景観を作っている。河川西部の足尾山地を源とする黒川、大足川、荒井川、 長野川などの重い川水系の河川が北西から南東に流下する。地域はこれらの河川が作り出した断球や氾濫、原、谷底平野が大部分を占める。黒川流域は古くは網の目状に急稼働が分布していたが、現在は周辺と同じ高さまで毎度して利用されている。地質気候下らのアメダスにおける観測では、宇都宮市よりも、 平均気温は摂氏一度程度低く、特に最低気温が低く観測されている。冬は冬日を年平均100.5日数えるなど朝晩は冷え込むが真冬日を観測することは稀である。栃木県南部の平年値の統計がある観測点の中では1月の平均気温が最も低い。夏は8月の月平均最高気温は 接氏30度未満であるほか、熱帯夜と猛暑日の平均日数は、それぞれ0.1日と0.9日となっており、酷暑になることは少なく比較的冷量である。降水量は冬に少なく、夏に多い太平洋側気候の特徴を示す。90年代後半からは、全国的な都心回帰、コンパクト指化の方向の中で、最近になって小峰ヶ原街道を中心とする。 区画整理が進められている。出展、栃木県町村合併し第4巻、P477、日本の歴代市長第1巻、P599、栃木県歴史人物辞典、P6662004 年、グランドフォークス市から阿波野町に送られたバッファロー像、口阿波野の阿波野総合運動公園に設置。地区分けは、鹿沼市ホームページの統計、 カヌマ市の人口で公開されている、資料内における15地区分けに基づく。カヌマ地区、菊沢地区、東大足地区、北欧原地区、板賀地区、西大足地区か、池部地区、北犬海地区、東武大地区、波間地区、南大市原地区、波野地区、笠尾地区、長野地区、清洲地区、高等学校、中学校、小学校、カヌマ郵便局、郵便番号は、以下が該当する。5の集配局が集配を担当する。 郵便局一部地域を除く市内全域が鹿沼 m イの管轄となり市外局番は0289収容局は以下の12ビルが該当し市内局番は以下の通り下記地域は鹿沼市外の収容局が管轄となる鹿沼木工団地造成鹿沼工業団地造成た、予定閉店バス停は東北自動車道鹿沼インターチェンジ近くの カヌマインター入り口のみ、高速道路一般国道主要地報道一般県道、ありがとうございます。